今野浩作、三味線芸者。西国の小藩のお留守居役をしている片岡義十郎、料亭で難しい交渉のあと別室で一人で飲んでいた。そこに三味線を抱えた芸者深夜が入ってきて相手をしてくれる。深夜はもう若くはないが、三味線がうまいばかりでなく明るく素晴らしい性格であった。彼女は何の苦労もないと言ったが、ひょんなことから彼女の腰し方を知る。大きな苦労を乗り越えた過去を持っていた。あっぱれ。海野浩小粋な江戸の物語シリーズ、江戸星月夜から三味線芸者、朗読は静子さんです。今夜はなぜこんなに気が沈むのだろうかと片岡義十郎は思った。西国の小藩のお留守役をしている。仕事柄料亭での付き合いも多い。さっきまで仲間の寄り合いがあり、にぎやかに騒いでいたのだが、それが終わってまだ家に帰りたくなくて別室で一人で飲んでいたのである。疲れているのだろうか。これまで走り続けてきた。それなりの評価を受け、地位も得ている。今夜も面倒な問題の交渉役を務め、まとめることができた。それなのに、あまり嬉しくない。みんな虚しく感じられる。妻の顔が浮かんだ。私たちはいつからしっくりいかなくなったのだろう。娘の死のことが胸を締め付けた。鶴が生きていたら私たちの仲も壊れなかったかもしれない。あれから妻はよそよそしくなり、私を近づけなくなった。妻は上役の娘であった。はじめから私に不満を持っていたようだった。私は妻を憎んでいるのだろうか。いや、かわいそうな女だ。あまりに何かを求めすぎるのだろう。もっといい生活、もっといい地位があるはずだといつも思い、いつも不満なのだ。夢を追っているのだろうか。そんなお前を満足させてやることができないことを私はすまなく思っている。こんばんは。張りのある気持ちのいい声がして、三味線を抱えた芸者が入ってきた。おや、よし様、お一人ですか？若い子をお呼びになればいいのに。いや、若いのはくたびれる。俺はババアがいいんだ。では、ババア芸者がお付き合いさせていただきます。三味線が賑やかになり始めた。深夜はもう若くはなかったが、三味線がうまいのと座持ちがいいので人気があった。彼女が来ると座敷が和やかになった。どんな客にも退屈させなかったし、他の子や店のおかみにも気に入られた。出しゃばらないが、誰かが座敷の気持ちから取り残されないように気を配っていた。義十郎は三味線を弾いている深夜を見た。これまで何度も座敷で会っているが、しみじみ見たことはなかった。はっとか、よっとか、掛け声を発しながら、実に楽しげに弾いている。いくら見ても見飽きなかった。もう若くもなく、特に美人というわけではない。他の芸妓の持っている色気や媚びのようなものはすっかり洗い落とされていた。それにもかかわらず、三味線を弾いている彼女には何か輝くような魅力があって目が離せなかった。なんだろう、これは、と
吉十郎は思った。いい女はいっぱい見ている。だが、この深夜のように、なぜ見ていて気持ちがいいのかわからなくて、もっと彼女の内面を知りたいと思わせる女は初めてであった。あんまりじろじろ見ないでください。なんかついてますか？いや、奇妙だと思ってね。何がです？お前はいつも楽しそうだ。客商売だからといえばそれまでだが、お前は心から楽しそうだ。まるで何にも悩みがないみたいだ。おやおや、吉様は今日何かお悩みのようですね。かわいそうに。でもその通りですよ。私には何にも悩む種はないんです。だってお座敷が私のすべてなんです。だからお座敷が楽しくてしょうがないんですね。そうか。うらやましいね。俺たちは座敷の外で毎日いろんな悩みを抱えている。お勤めだとか家のこととかね。だからそのうさを晴らすためにこの座敷にやってくるのさ。お客様はみんなそうですね。でもここは悩みのない国ですから、みんな忘れて陽気に騒ごうじゃありませんか。そうだね。今日の吉様は悲しそうです。どうしたんですか？なんとなくさ。たわいない話のうちに、吉十郎の気分はいくらか明るくなってきた。それからも、吉十郎は深夜のからりとした明るさが気に入って、時々座敷に呼んだ。いつも彼女はウキウキするような曲を弾いたが、たまにゆっくりした曲をしんみりと聴かせることもあった。そのうち、吉十郎はそういうものが好きになって注文するようになった。今日は加賀節が聞きたいね。はい、はい、いいですとも。三味線が鳴り始める。始まるともなく、上々たる声が響いてくる。勤め物好き一筋ならば、徳も消えなん露の実の、日陰忍ぶの夜な夜な人に、会うお勤めの命かな。遊女の悲しみがしみるように伝わってきた。おや？と吉十郎は思った。この女はこんなにも繊細に人の痛みを歌うことができる。色気がなく男のようにハキハキして何にも悩みがなさそうに底抜けに明るい彼女の中に、深い悲しみに共感して震える糸が隠されている。もしかしたらこの女は私などには見えないずっと深い女なのかもしれない。私は彼女の明るさを羨んだことがある。だが本当は私などよりずっと深い悲しみを知っているのではないだろうか。彼は目を閉じた。その歌は彼の中に入ってきた。川の遊女が見えた。彼にはその遊女の心の動きを感じることができた。彼は胸の中で彼女を抱きしめていた。曲が終わった。吉十郎は涙ぐんだ。ちょっと湿っぽかったですね。深夜は明るく言った。彼は
その明るさの向こう側を見たいと思った。市ヶ谷八幡の桜が見事だというので、吉十郎は花見に出かけた。そこで、かねてから知り合いの根岸という老人に会った。旗本であるが、息子に家を継がせて隠居している。茶店に座って話していると、思いがけず深夜が通りかかった。はじめ、吉十郎を見つけてにっこり挨拶したが、隣の老人を見てびっくりしたような顔をした。元気そうだなぁ、と老人が言った。ええー、なんとかやっています。ご主人様もお達者で。彼女は深々と頭を下げて去っていった。ご存知ですか？と吉十郎は聞いた。昔からね、かわいそうな女でね、と老人は言った。それから彼女の身の上を話し始めた。それによると、根岸老人の妹が嫁行っていた旗本の家に彼女は奉公に上がっていた。その家には二人の男子がいた。つまり私の甥ということになるが、その次男の方があの女に惚れたんだ。それほど美人というわけではなかったが、どこかいいところがあったんだろう。浄瑠璃や三味線はとてもうまかった。母親が女芸者だったから厳しく仕込んでいたんだ。芸者を継がせるはずだったんだろうが、お座敷勤めをしたいと本人が思ったんだろう。そして甥と親しくなってしまった。次男だから部屋住みだ。ところがそのうちあの女に暇が出されて宿に帰ってしまった。おそらく主人が次男と召使いが一緒になるのを喜ばなかったんだろう。それで追い出されてしまったんですね。いや、それがとんでもないことになった。次男が女を追いかけて家出してしまったんだ。そして女の家に転がり込んだ。とんでもない軟弱な道楽もんさ。困ったでしょうね。いや、それがあの女は長屋を借りて母と男と三人で住んで、三味線や浄瑠璃を指南したり、お座敷に出て自分一人の稼ぎで母と夫を養ったのさ。あっぱれじゃないか。そうか。何にも悩みがないと明るく笑っていた彼女は、そんなに若い時から一人で働いて家族を養っていたのだ、と吉十郎は思った。加賀節の絵も言われぬ愛情を響かせることができたのも、彼女の生きてきた辛く長い道を引いているからなのだろう。それからどうなったんです？いくら部屋住みでも、旗本の息子が町方に居候して女に養ってもらっているのは外分も悪い。妹が私に相談に来たよ。それで私が間に入って三人とも屋敷に引き取ることにした。屋敷にある長屋で暮らすようになった。それでもあれはしっかりした女だね。自分と母の分をお世話になって申し訳ないからと、今まで通り三味線を教えたり、お座敷に呼ばれたりしてずっと働き続けた。そのうち子供が二人できた。それで屋敷でもなかなかしっかりしてきちんとした女だし、子供もいるので
夫婦として認めることになった。そうですか。それは良かったですね。それがそうでもなかったのさ。何か問題がありましたか？やっぱりうまくいかなかった。世の中は難しいね。女房があんなにしっかりしてるのに、亭主の方は道楽もんで働く気がなかった。私の甥だがどうしようもない奴だ。屋敷に引き取られ、生活の心配もなくなり、子供もできたんだから少し落ち着くかと思ったんだが、ダメだった。しばらくすると、道楽の虫がまた出てきて、あちこち遊び回るようになった。なんと、この世の中はうまくいかないのだろう、と吉十郎はため息が出た。みんなうまくいって、あの女にも幸せが来たように見えたのに、すぐそんなものはガラガラと崩れてしまう。彼は無性に腹が立ったが、それは虚しさに変わった。深夜、俺はお前をどうしてやることもできない。老人が話を続けた。妹がやってきて、あいつにおじさんから意見してやってくれと言う。今度は内藤新宿の飯盛り女に夢中になっているらしい。家の金を持ち出して入り浸ってるのさ。私が意見すると、あいつはすみませんってメソメソするんだ。なんであんなにできた女房がいるのにって言うと、その通り、あれは私に過ぎた女です。私が新宿に行くのを知っていて何も言いません。私はダメな野郎です。でもあんまりしっかりしていて、たまに息抜きがしたくなるんです。などという。まったく勝手な言い分だが、わかるような気もする。そう言ったんですか。とんでもない。厳しく怒ったさ。でも、親の言うことも聞かないんだ。私が言って治るくらいなら世話はない。無駄だったよ。結局、初めからその夫婦はダメだったんでしょうね。吉十郎は苦い思いを噛みながらつぶやいた。自分のことが浮かんだのである。さて、それからさ、と老人が言った。あの女は文句も言わず、黙々と働いていた。そしてある日、彼女は夫が通っているという遊女の宿を訪ね、主人に会った。そこで、三味線で稼いだ50両を出し、その遊女の身請けを済ました。家に戻ると、彼女は夫に言った。あなたはもう私に飽きてしまったので、新宿の遊女のところに通うのでしょ。私たちの気持ちもすっかり変わってしまいました。残念ですが仕方ありません。私はこれでおいとまをいただきたいと思います。幸い、二人の娘も大きくなり、それぞれ片付きました。あなたがお好きな女は身請けしてあります。あの人と一緒に暮らしてください。夫はこの女にどんなに世話になったかを思い出して恥ずかしくなり、うつむいたまま何も言えなかった。引き止めたいと思ったが、引き止めることはできないのを知っていた。彼は縁を切りたいという妻の申し出に反対できなかった。それであの女は三味線を抱えて、もう一方の手でお袋の手を引いて、
ひっそりと屋敷を出て行ったそうだ。なんていう女だろう。私たちなど全く当てにしていなかったんだ。全部自分で片付けて、誰の世話にもならなかった。何度も言うが、あっぱれじゃないか。それから深夜は、柳橋の路地に小さな棚を借りて、三味線指南の看板を出し、働いて母を養った。もうそんなに若くないが、なかなか評判のいい芸者になったと聞いている。さっき久しぶりに会った様子では元気そうだ。ええ、このところの話は私もよく知っています。座持ちが良くてみんなに気に入られるので、私もよく来てもらいます。それを聞いて、私も嬉しいね。もううちとは縁は切れているが、なんとなくその後どうしているか気になってね。老人と別れてからも、思いがけず聞いた深夜の話が、吉十郎の頭をしばらく去らなかった。藩主が江戸入りをしたので、吉十郎もそのための手配に追われ、数ヶ月は忙しく過ぎた。そしてまた慌ただしく国元に帰ってしまうと、江戸屋敷は急にひっそりした。吉十郎は久しぶりに料亭に出かけ、深夜を呼んだ。おや、養子様、また思い出していただけたんですか？お前の加賀節をまた聞きたいと思ってね。じゃあ、今夜はしんみり泣きたい気分なんですか？よろしい。この私がお相手しましょう。物向き一筋なれば徳も消えなん梅雨の実の。この前よりももっと哀切に染み通ってきた。この歌の女と三味線を弾き歌いしている女が一つになっていた。聞いたよ、深夜のこと。歌が終わったとき、吉十郎はぽつりと言った。根岸のご隠居からですか？あの方にはいつもかばっていただきました。でも恥ずかしいですね、昔のことなんて。何にもないなんて、ずいぶん苦労してるんじゃないか。そうでしょうか。いろいろあったような気もしますが、過ぎたことですもの。深夜はかわいそうで仕方がなかった。おや、嬉しい。でもちっともかわいそうじゃありません。苦労って何でしょうね。その時は苦労だったような気もしますが、今は亭主もいないし、子供も独立しました。おっかさんと二人きり、いくらもかからないし、面倒もありません。お座敷で三味線を弾いていることが私のすべてなんです。なんとも気楽で幸せじゃありませんか。その他のことは何も悩みなんかないんです。彼は、このお座敷がすべてであり、この外に何もないというこの女を限りなく悲しいと思い、また羨ましいと思った。私はこの外に様々な悩みを抱えている。だが、今宵は
この座敷をすべてにしようではないか。深夜、俺も歌いたくなった。海野浩江戸物語シリーズには、それぞれの物語の背景の解説文がついています。とても興味深いので、合わせてお聞きください。芸者。三味線を弾き、歌う女芸人を芸者という。特に女芸者とか芸妓という。男芸者といえば太鼓持ちのことである。昔は遊女が三味線を弾き、専門の芸者はいなかったという。そのうち遊女と芸者が分かれてきた。芸者は吉原と深川に多く、その他の江戸市中にいる者は町芸者と呼ばれた。芸者は遊女のように色を売ることを禁じられ、親兄弟の孝養のために芸者になることが許されていた。つまり、親兄弟を養うという名目が必要だったのである。しかし、裏では色を売る者もあり、転び芸者と言われた。深川芸者は羽織を着て船でやってくるので、羽織芸者とも言われ、粋で張りがあるとされ、江戸っ子の人気を集めていて、吉原を脅かしていた。内藤新宿の遊郭。江戸では吉原だけが公式に認められた遊郭であった。他は潜りで岡場所と言われた。その他、江戸の四つの入り口は私宿と言われ、江戸の外側ということで遊郭が許可された。品川、内藤新宿、千住、板橋の四つである。これらの宿場では、飯盛り女という名目であった。内藤氏の大きな屋敷があったので、内藤新宿と言われる新宿は、甲州街道沿いに、今の新宿一丁目から三丁目にかけて、旅宿が並び、たくさんの飯盛り女がいた。近くの城郭寺には、彼女たちの墓が残されている。新宿のあたりは江戸の外れなので、取り締まりも緩く、道楽者の武士たちのたまり場であったと言われ、その中には時代に不満を持ち、風刺をする狂歌の作者たちもいた。江戸市中より自由だったのである。朗読劇場友達座では、海野浩史先生の特別の許可を得て、江戸シリーズの楽しい作品の数々を朗読でお届けしようと考えております。では、次の作品をお楽しみに。